さあ今日はね、ニューフロンティアというゲームをスチームで見つけまして、これやろうかなと思います。どうもアザラシです。異世界転生もののアニメを最近よく見ていた、クソだなと思いながらまあ見ていましたわ。で、まあ異世界転生しようかなと。今これ異世界転生の女神の前にいる状態だと思ってほしい。女神の前でステータスをどうのこうのとか、そう言ってる状況だと思ったし、これ結構ね、このフロンティアってゲーム、いろいろできる、いろいろコスチューム周りもいけるけど、ただあれだね、コスチューム めっちゃカウボーイのしかないけど、おしゃれっていうかね、選べる服の種類もこんな感じです。顔もまあまあまあ選べるけど、女の子ないし、ね、欧米人、黒人、アジア人、なんかネイティブアメリカンっぽい、わからん、これも欧米人かなみたいな顔。とりあえずまあアザラシ日本人なので日本人顔で、髪型どうすかな、髪型坊主でもいいけど、ちょっとね少林時間が出てしまう。モヒカンにしようか、いや、やっぱりオールバックにしよう。オールバックスで髪の色もまあ一応選べます。一応選べるけどね、まあ紫かなってな感じで、あとポーズとかもねあるっぽいんですけどね、これも買わなくちゃ買えないのかな、アンロックされてる全部。ありがとうありがとうって言います。 Hey come on come on って言います。なんて言うかね、首切るぞ、首ちょんぱするぞって。 Fuck you Fuck you Fuck you がさ、左も右もできるっていうこの充実ぶり、謎ですね。手挙げて、はいはい、バイバイ、チッス、投げキッス。お、やんのか、おやんのか、やんのか、やらない、君だよ君って踊ってる、いつ使うのかわからない踊ってる。まああと馬とかね、馬のこう模様とかを選べたり、サドルを選べたりありますね。ちょっとやってます、ちょろっとね、ちょろっとやってます。これあげとこう、あげられないや、あげられない、バックパック増やせないや。レベル2まで上がりました。なのね、結構いろいろややこしゅうてですね。ちょっとこのロードが長いのでね、ロード飛ばします。カート、あ、これ見といて、よく見といて、キーボードで操作だからな、たびたびスクリーンショットで見たいレベルだよ。はい、飛ばします。お、入りました。おお、夜だね。1ボタン、2ボタン、うん、拳銃を構えとこう。ですね、昨日の夜にやってて、昨日の夜にやってた段階では、昼だったんですよ、あたりが。でも夜になってる。これあれか、時間がもしかして西海岸の時間に合わせてんのかな、アメリカの西部に合わせた時間帯なのかもしれない。異世界転生しておりますよ。異世界転生もののアニメがね、なんだろうね、この素晴らしき世界にどうたらこうたらとか、盾の勇者がどうのこうととか。で、おととい見てたのなんだっけ、あれ、新潮勇者ってやつ見てた。うん。あまりになんか暇すぎて、Amazon プライムにいっぱいあるこの、移動できてるけど、特に誰も出会うでもなし。ふっ。ほ。異世界転生してさ、まず女神と仲良くなるパターン多いよな。うん。マビノギで言ったら、マビノギで言ったら、誰だっけ。あの子の名前も忘れちゃった。あ、おるよね、そういう。ドアロックが開かないんだが、え、夜だから、
夜だから開けてくれない的な。あ、開いてない。開いてたんすよ、これ。なんてゲームだ。なんてゲームだ。これさては本当あれだぞ。夜だから開いてない、店が。おやんのか？あ？会場すんぞ、会場。音がリアルで怖い。ドア is locked. Use lock pick to open って書いてあるけど、ロックピックってアイテム持ってないんだよね。入れん。入れて。誰もいない。どうしよう。火がこうこうと焚かれてはいるけれど。ねえ。E ボタンを押すとクラフトができる。クラフトしますか。クラフトできるアイテムもなんもないんだよね、まだ。これ押すと違う気がするな。こっちかな。エスケープキー。うん、一応移動は WSD のと、スペースボタンでジャンプができます。ただ、あまりにもこの世界観がよくわかって、怖いな。よくわかってないのでね。敵とかが、わかんない。あ、そうだ。あと、馬呼べた、馬。馬呼びます？誰もいない世界に迷い込んじゃって。異世界転生なのに、西部開拓時代にやってきたけど、特に知り合いもいないし、人にも会わない。これじゃあ強盗だよ。これ弾込めてる。これ拳銃多分ね、ピースメーカーって拳銃ですね。西部開拓時代によく使われたと言われるピースメーカー。それだけで上がるテンション。これ何？何だこの光ってんの？何かわからん。とりあえず撃ってみる。怖っ。やめとこ。あそこに光ってんのも気になるよな。悪いやつなんだよな、完全に。違うんです、ちょっとこの世界に来たばっかりで何もよく分からなくて。あれ時計かな。人がいない。異世界転生アザラシ、とりあえず誰とも出会わない。ウィルフォルソン、ウォルソンっていう人が上にいるっぽいけど、でも入れないよね、まずね。入れた。ウィル・フォールソンに会いに行く。ここか？あ、こんにちは。トーク。I don't have anything for you the moment. Come back in 3時間後って書いてあるな。ああ？ 3 時間後に来いと。このゲームを3時間やれと。いやあ、そこと張ったらこうバイオハザード感がない。 E ボタン押すとクローズできる。閉めなくていいよな、別にな。開きっぱなしでいいよ。なんか怖いんだよな感じ。おお、屋根に登れた。こっから敵がいれば戦えるんだけど、敵いないんだよ、この世界。誰もいない。当たってるね、一応。当たってはいるけど、壊れはしないって感じだ。はっ！落下ダメージは食らわない。馬が読めるんです。馬読みましょう。H ボタンを押すと馬が読める。馬に乗っていこう。ホース。で、シフトキーを押すと速く走る。強いやつに会いに行く。いや、まさか、夜にログインして、誰にも会わんとは思わなかった。夜誰もおらん。行けるとこまで行ってみよう。お、
町がある？町かこれ。なんかね、右上とか山の上に光るものがあるっぽいね。人がいる？いない？大きくした。で、弾を。警察さん。あ、人がいた。警察じゃない。 To buy train ticket。 ほう、ほう。へえ。今どこにいんの？そして8ドルとか12ドルとかって書いてあるから、ここにいるのかな。ここからこの辺行けっちゅうこと。広っ、マップ広っ。広いですね。入れない。あー、トレインチケット買って、行けと。電車に乗って、ここに馬さん置いてたら引かれないか？行こう。こう行くと多分、二股に分かれてる。馬での旅をお楽しみください。怖え。なんか世界観が怖え。異世界転生、大体なんか華やかなファンタジーの世界に行くけどさ、西部開拓時代に行く異世界ファンタジーものってなんかないんすかね。魔法とかそういう世界じゃない。中世には行きがちだけど、中世の世界観に行きがちだけど、西部開拓時代にはなかなか行かんよな。拳銃の、おお、びっくりした。血生臭い世界観。ちょっと見てみよう。駅に到着。怖いよな、なんか。バイオハザードやってる感覚でやりおる。ここもチケット。違う、メールボックスって書いてあんな。チケットじゃない。基本なんもないぞ。あれ、なんなんだろうね。人もいない。人はいるけど、チケット買うぐらいだし。まずこの、先を急ごう。宿で休みたい、ゆっくり。しかし宿がない。全然日本語ローカライズされてないから、これからどんどんね、異世界転生して言葉が通じないパターンですよ、これは。お、ストーンクリーク、石採掘場かな。ちょ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 、出られん、出られん。馬をここに乗り捨てていく。乗り捨てていく。なんかある。あ、馬がいるだけか。なんだろうこれ。ブロンズライト。怖いんだよな、いちいちが。人気がないけど、人気がなさすぎて怖いわ。血の跡でしょこれは。怖い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 。血の跡だよな。馬呼ぼう、馬呼ぼう。そこ遠いよ、馬さん遠いよ。はい、行こう。こんな怖いとこ。全部血の跡、やば。しばらく待ちなさそうだね。なんかの鳴き声がする。お、人がいる。人？人あれ？何あれ？ん？何あれ？トナカイ？枯れる？トナカイ。トナカイかこれ。
当せん。トナカイの群れを発見しましたが、トナカイ遠いんだが。いや全然トナカイ遠い、近くない。これ狙えるか。逃げるね。慎重勇者とかしてる。敵が向かってこないゲーム、トナカイが逃げるゲーム。草陰とかに隠れた方がいいんかな。いなくなった。これが大自然。一発も撃たずに逃げられてしまった。ちょろっとね、これをやる前にやった時には人に結構出くわしたんだけどね。時間帯が向こうがど深夜だったりするのかな、人に全然合わない。そして人は襲ってくるPVP のゲームらしくて、これプレイヤー VS プレイヤー、うかつに近づこうものなら撃ってくるから人間が。あ、これいけないパターンかな、いけないかな、いけないっぽいね。石で当選もされてるわ。いけない、先行けると思ってた。バックでーす。こんなとこ行けるうまさ。おお、なんだ、レベルアップした。 You are alive レベル5になった。ただトーテンポールか、これトーテンポールに来たらレベル上がった。これなんなんこれ、なんなんこれ。とりあえず撃ってみた。いやこんだけこの広いマップを歩き回っても一っ子一人出てこないというか、モンスターの影もないというか、唯一鹿を見かけただけだぞ。エンカウント率が低すぎる。今度は街を見失って街に行けない。地図もない。普通 M とか押すと地図があったりするもんだけど、ん、あるじゃん M。 リトルスパワーは何、ネクストアピアランスインファンスベンダーロッキングフォーなんちゃらかんちゃらって書いてあるな。これが全体のフィールドで、ここにいてロックされてて、ストーンクリスクって上がって、ここが最初にいた町。こう行ってみますか、とりあえず。マップがあったんだ、知らなかった。 N ボタンを押したらマップがありましたね。また家に着きましたが、ここも怖いんだ。もう怖いな、なんか血の跡が。血の跡はあるんだけど、なんかて、奥揺れてるように見える。気のせいかな。なんかいろいろ落ちてんね。
ブラックライター。ゴールド。ゾーマスを撒き散らかされてんだよな。怖いんだよな。なんかある。ルビー・シルバーリング。ジャンプできなくなった。馬のジャンプはできるんだけど、人のジャンプがなんかできなくなってしまった。何なんだろう。帰ろう。怖い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 。怖いから帰ろう。なんで敵が出ないの？はい、やってまいりました。最初のポイント、最初の街にもやってきましたけども、日が高くなってるからかやっぱ人が中に入れるようになってますね。持ってないね。あのアイテムは預けたらなんかくれるみたいな、そういうことだろうとは思うけど、はい、これは鍵開けるやつ足りない。ベーシックロック全部足りないぞ。これ馬がいる、人がいる、馬と人がいる。こんにちは。馬人間と化している。こんにちは。ロックピックがあれば開けられるんかな、この辺の家々も。これは開けられなさそう。入れる。誰だ。ドクター。ほう、高くないっすか。トレードできない、木がない。作り込みはすげえんだけど不親切すぎる、日本人に対して。キャッシャー、お金、こうゴールドマップ59ドル、ウォレットは74ドルある。買えるんかな。スモールランドディード、わからん。再建ってことだっけ、ディードって。A map that may lead you to a location rich with gold deposits。 金の予算と、地域のお金持ち の方へあなたを導くでしょうかもしれない。 Waiting to be mined。 ゴールドデポジットは To be mined。 Right click on theマップとインタ、あ、お金があるところが分かるマップみたいな、そういうことかな。お金が埋まってるところが分かるみたいな。察した。お金があるってどういうこと。やっと町に入れるな、やっと町が開けたけど、だからといってなんか変えるとかそういう感じじゃん。あなた誰。To talk. レッドピッキー。 I don't have anything for you. Please. なんだって。 Please back later. 後で来てね。だって。だって。何の店。シルバーガルク。ガルク。あかん。あかん。あ、びっくりした。タイムアウト。スクリーンショット。スクリーンショット勝手に撮るやつ。何の店。 To talk to Taylor。 クラフティングファブリック、あ、布を作る。こっちはスルバビストバストマップ、サバイバリストマップ。あ、サバイバリストマップ that just might be lead you to a valuable surprise。 Right click on the map to interact with you。 なんか地図に何かが表示されるっぽいけど、なんだろうね。しかもソールドアウト、すごっ。
買えるけどな、うん、買っていいもかどうかわからん。売る？なんか何かしら何かしか売る？売れん、何も売らしてくれない。わからん、わからんことだらけだ。2階に上がってみる。入れない。出るわ。金はないし、食い物がないから腹減ってるし、スタミナもなんか減ってるし、スタミナっつうか体力も減ってるし。多分こっちかな。このまま行けばいいと思う。武器装備。OK。このピースメーカー一丁で戦えという。だ。怖い怖い。面白い。あいつやるぜ。あいつやる、やってやる。あ、荒々しいゲームだな。荒々しいゲームだな。うわ、ちょっと何これ、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 やばば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